アートってあんまり言いたくないんだけど、アートってびっくりさせることなのよ。だから上品に言うと感動させるっつうんだけど、まずびっくりしないものはゴミなの。昔の化石しかないような首長竜だとか、ああいうやつなんかも動きがしなやかなものは大好きなんです。海の動物の中でサメって一番セクシーなんですよ。形も造形物として、あとそのなんつエイリアンみたいに浮力、それが基本じゃん。だから分かりやすい構造だし、しなやかだし、要は絵の具を使って、私のコンセプトは光と反射と透明感なんです。嘘つくのがうまいんですよ、その光と反射ので。それを絵の具って一個ずつは何にも透明感ないんですよ。でそれを組み合わせていくとセンスが差が出る。だけど金属だとかなんかは死んでるとみんな思ってるじゃん。だけどそういう媒体を使ってびっくりさせるっていう行為だから、究極は石の塊が動いたらびっくりすると思いますよ。体力がないから、それでそれを描くにはものすごい時間かかるのよ。で残された時間ってそんなにないから、年で。そうすると簡便な方法を選んで作り直してる。で今大きい絵も描けないから、それはデジタルに頼るしかないんだけど、メッセージが伝わればいいっていう発想だから、値段なんか興味がない。なんていうの、作品が生き残るんじゃなくて、私のコンセプトだとかメッセージが生き残る